ゲンマ時間が空いてるならちょっと一緒に町へ出かけないか町何かあるのかこの間言っただろ流行りを追いかけようって俺面白そうな場所をいろいろ調べたんだあああの話か分かったまあ約束してしまったからな大丈夫だよなんとかなるってそうだといいが。 ゲンマ、大丈夫かうん少し時間をくれ頭を整理する理解が追いつかなくてな玄マに若者の流行を教えようと思ってあちこち連れ歩いたけどちょっとやりすぎたのかもえー、っとこれで一通り最新の流行スポットは見てきたけどどこか気になる場所はあったか 最後のあれは何だったんだ部屋の中で巨大な猫の群れにもみくちゃにされたが。ああ、VR 猫カフェだな。あれはすごかったな。癒し効果が高いって、若い女の子の間で人気らしいよ。あれが癒し。今の若者は巨大な猫に埋まって癒されるのか俺は夢に見そうだ。 その前は狭い部屋に閉じ込められて訳のわからないパズルをやらされああ密室脱出ゲームか俺はあれ結構楽しかったなビジョンで謎解きしたりしてそうかまあいとが楽しかったのならよかったってことはゲンマは楽しくなかったんだよなごめん俺のリサーチ不足だ いや俺こそ文句ばかりですん。お前のせいじゃない俺が楽しみ方を分かっていないだけだろう今のゴ楽がここまで変わっているとは思わなくてな俺の知っている時代とは違う正直ついていけんそうかなんかごめん気分直しに何か食べようよそうするか だが何を食べたものかこの店ではあまり食事したことがなくてなここなら食べ物の種類は色々いろ,いろ揃ってると思うよ。ゲモはどんな食べ物が好きなんだ、うん、そこまで食事にこだわりはないんだが。しいて好物をあげるなら餃子か餃子か。 ちょうどなんか面白そうな餃子があるぞ当店一押し大流行の最新メニューだって流行の最新あまりいい予感がしないなだが今日は若者の流行を追いかけるために街に来たんだったないや無理しなくても大丈夫だ俺も心を決めた少子貫徹しよう 大変お待たせしましたこちらが当店一押しバラエティー豊かなふわごつミックス餃子ですお好みで十種類のソースにつけてお召し上がりくださいそれではごゆっくりどうぞな,なんだこれは緑に黄色赤に黒まさかこれが餃子なのか この店オリジナルの餃子みたいだな餃子の具もそれぞれ違うんだって色だけじゃなく餃子の形もおかしいぞまるに四角にトゲの生えたものまであるこれが今の時代の餃子なのかなんてことだ時代が変わると料理すら別物になってしまうとは でもこれ確かに見た目は変だけど味は結構いけるぞ現場も食べてみたらどうだこれをか気が進むが注文したものを無駄にもできないなよし 確かに悪くない俺の知っている餃子とは違うが不思議な味わいだな気に入ってくれてよかった見た目は変でもやっぱり食べてみなきゃわからないな <laughs> そうだな見慣れないからといって警戒しすぎていたかもしれんなかなかうまいこれをうまく感じるってことは玄マも流行りの味を ちゃんと堪能できたってことだなうーん。この餃子が偶然うまかったからといって、時代に適応できたとは、俺には思えんぞ。きっと、そのおいしいって気持ちが大事なんだよ。見た目は変わっても、おいしいって感じる心がさ。なるほど。確かに、一理あるな。楽しみ方、味わい方は変わっても。 人間の心は同じということか。そうそういうこと。今日も場所選びは失敗したけど、ゲンマと一緒にあちこち回れて楽しかったよ。そうだな。俺も最新の流行を楽しむことはできなかったが、街を歩くこと自体は楽しんでいた。新しいものに触れるたび、自分が時代遅れのように思えて戸惑っていたがが時代が変わろうと。 本質が変わるわけではないただ視点が変わったに過ぎないのかもしれないなうん、うまかったごちそうさまもう食べ終わったのかよっぽど気に入ったんだなその餃子ああこいつは俺の新しい好物になりそうだ新しいものに触れるのも悪くないな それじゃあまた時間があったらこんな風に街を回ってみようかそれは構わないがあの猫カフェとやらは勘弁してくれ猫は嫌いではないがあう大きいと不気味だ <laughs> 変なとこ連れて行って悪かったな分かったあそこはやめておくよ一部刺激が強すぎたみたいだけど最終的には楽しんでもらえてよかった 当たり前の話だが、ゆいとは若いな。そりゃ、ゲンマよりは若いかな。俺にもそんな時代があったはずなんだが、大したことは思い出せない。今しかない時間を大事にするといい。なるほど。お前という人間が少し分かった気がするぞ。 俺もマのこと少し分かってきたかも。